ついにウクライナがあらゆる兵器を使用してクリミアを奪還すると宣言したよ。ロシア軍は弾薬不足で補給路断絶へとつながり、東部戦線でワグネルが苦しみ、四苦八苦している状態だもんな。そうだね。さて今回はクリミア半島が本当にウクライナのものになってしまうのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍がクリミア半島奪還作戦を水面下で着実に進めている中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、ウクライナ軍はクリミア半島を奪還するために国際法で禁止されていない範囲において、保有するすべての兵器を用い、あるいは試験的に使用するという内容文を SNS 上で公開したよ。クリミア半島という場所は2014年に親ロシア派のウクライナ第4代大統領ヤヌコビッチの政権が崩壊した際に、ロシアが軍事介入して併合以来、国連や西側諸国からは認められていないがロシアの統治下にあるんだ。しかし、ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたって、クリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると騒がれている。大反攻作戦がクリミア奪還を視野に入れていると言ってよいだろうな。クリミア半島は面積がおよそ2万6000平方キロメートルで、ウクライナ南部ヘルソン州とつながり国会に突き出した形になっている半島で、大陸と接続している西側地域にはペレコープ地境と呼ばれる、長さ 30km 幅 8km ほどで陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけてシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道と道路の併用橋が架けられているんだ。また、この島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があり、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けたヨーロッパ大陸で最長を誇る 18.1km のクリミア大橋があるよ。クリミア半島がロシアに併合される以前はクリミア自治共和国と大きな軍港を持つセバストポリ特別市に分かれていたが、同国はウクライナ領としては唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港は、ロシア海軍黒海艦隊に期間限定で貸し出していたことから、この共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたんだ。その後、2014年に併合されてクリミア自治共和国はクリミア共和国と正式に名前を変更してロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市として生まれ変わったね。ロシアが2014年にクリミア半島を併合した経緯を簡単に説明すると、かつてのマイダン革命によって親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、その政権崩壊をクーデターによるものとロシアが位置づけ、クリミア自治共和国への軍事介入を行って統治し、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれて、その土地に暮らす人々の住民投票の結果と判断によってロシアが併合を宣言したってわけ。ウクライナをはじめとする国際社会の多くの国家が、この併合は非合法であると承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においてはウクライナ領であると法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスも活動しているぜ。しかし、実際は人口約230万人のクリミア半島で暮らす住民の約 60% がロシア人で占められ、ウクライナ国籍の人間は約 24% だけであり、しかも約 80% の住民がロシア語を母国語として日常的に話しているため、マイダン革命の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権が、ウクライナ語以外の言語を地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったな。これは親ロシアという観点から見ても、ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州や、ドネツク州の親ロシア派武装勢力の支配地域でも同様の現象が起きていたぜ。また、ゼレンスキー大統領が2022年8月29日のビデオ演説の中で、
ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げて機会を狙っていた。今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土である東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まっている。この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならない、と主張したため、身の危険を感じた多くのロシア系住民が一気にクリミア半島からロシア本土へ脱出しているね。このクリミア半島は2022年2月24日にウクライナ南部ヘルソン州や、ザポリージャ州に展開する、ロシア部隊の出撃地となった場所でもあり、昨年4月11日にはプーチン大統領によって、テロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられ、島に駐留するロシア軍部隊は、ウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めているが、クリミア半島のロシア系住民は今までの経緯からも不安を強くしているんだろうね。ゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括しているクリミアタタール人のタミラタシェワ大統領代表が、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに住民が不安を募らせていて、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出しているとウクライナの国営テレビに出演して述べていたよ。2014年の併合以降、クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとゼレンスキー政権から言われ、もしもクリミアを奪還されたらロシア系住民にはウクライナの法律や国際法が適用されることになり、強制的に国外退去処分となってしまうことを恐れているわけだな。また、クリミア半島の先住民族であるタタール人を支援しているエミール・イブラギモワ氏は、ロシア系住民の多くは、ウクライナ軍が近い将来にクリミアを解放すると感じており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっているとウクライナのラジオ局のインタビューで語っていたぜ。2022年8月にはクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発事件が発生し、それがウクライナ軍による攻撃の可能性が高いと報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋から、ロシア南部のクラスノダールに逃れるため、その車列によって大渋滞が発生している様子の映像が SNS 上で流れていたね。2023年4月2日にはウクライナのダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のロシアの占領政策に協力した、住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが同島を併合した2014年2月以降の不動産取引の無効化、占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに共鳴した住民に対する政策などが示されていたよ。ウクライナの脅迫行為によってクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、クリミア共和国のセルゲイ・アクショウノフ市長はクリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできている、と述べて平和な暮らしを望む住民を安心させようと努力しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。